では始めたいと思います。こんにちは。よろしくお願いします。はい、おちゃっぴ伝道教室ということで、秋田で3回目なんですね。まあ、1年2ヶ月ぐらい呼んでいただいてるんですけども、今日は、メイガーさんの、このメイガーさんなので、あの去年の年末、去年じゃない、おととしの年末はもに、この下のスタジオ、スタジオで、生配信でプレゼント大会とかやって、番組で流したんですね。その時に、メイガーさんは YouTube で、知り合いになったんですけど、あ、いい人ですね、メイガーさん。いい人で、気軽に文章が触ってくれましたけど、あ、プレゼントやろうかっていうね、いい人でした。はい、で、このお話がね、今度ね、自分で作るときに、メイガーさんが作ったのかな。話が持ち上がって、実現しました。今度は一応動画の日も、またメイガーさんとやってるんですけど、今日はだから伝道教室では初メイガーなので、皆さんの、どうできるかによって、このメイガーさんとのコラボが実現が成功するので、ぜひよろしくお願いします。プレッシャー入ってたらいいけど、まあ、ちゃんと教えます。で、アシスタントのリキお姉さんも走り回って教えます。チャンピはここで手元を見せますので、まあ、基本的にあれを見ながら続けていただければと思います。で、分からなかったらお姉さんも言ってください。手を挙げてもらえればお姉さんに行きます。と、はい、いうふうにやります。で、一応粘土の説明しますね。粘土はおチャンピ粘土といいまして、僕専用にこのところを作ってもらったデザインをするための仕事用の粘土なんですけど、これ小さいことも簡単に作れる粘土だなということで、教室が広まったんですね。この教室はね、5万人くらい、もう10年くらいやってますけど、もうずっと教えてます。水道管や食品センターで、いろんなところでやってるんですけども、とても面白い、使いやすい粘土ですので、一度体験してみてください。はい。で、注意点ですね。汗をかくと手につきます。だから、飲み物飲みながらとかでも全然構わないんですけど、濡れたりすると、粘土が手についたりします。だから、それだけ注意してください。あとそうですね、乾くと硬くなるので、チャックの袋の中に、封を開けて、残しておくやつは、チャックの袋の中に、袋のまま二重にして入れてくださいね。そうすると中で、こう、くっつかなくしてください。それだけ注意点でよろしくお願いします。で、爪をですね、振り回すと危ないので、怪我しないように、使うときだけ、言われたら使うようにしてください。ずっと秋田にいますけど、いや、なんか分かんなかったね。はい、俺の言葉が伝わってなくてどうぞ。これを作ります。はい、お茶っぴの自己紹介ってさっきもやらなかったね。まあいいか、大丈夫、みんな分かってる、一応粘土の人。じゃあこの紙を見ながらとこの映像を見ながら粘土を始めたいと思います。じゃあ座らせてもらおうかな。はい、じゃあ早速この頭を作りますよ。黒い粘土を手に持ってください。黒い粘土、はい、袋の開け方です。これ上の方をちょっと開けといて、あ、音がしない、ね、すごいつまんないからもう一回やろう。イエーイ、開けてください。握力ある、大丈夫、ギュッ、まあ来ましたよ、ほら。じゃあ1個出しちゃっていいですよ、1個出していいですよ。開いた、開きました、黒い、開きましたか。開かないときはですね、この どこかここが開いてるはずなので、ここの、ここ、ね、この端っこを持ってギューって振り回すと開きますね。
開かない人いますか？大丈夫かな？開かない、はい。ちょっとコツがいるんでね。あと硬いのもあるんで。はい。一本、一本ですよ、一本ね。じゃあ、こねますよ、こねますよ。はい、黒いの一本、一本こねます。これ頭にするんですけど、まずこねます。これ基本中の基本です。こねます。じゃあ、この一個をちぎってください。戻してください。くっつけて。はい、ちぎってください。戻してください。ちぎってください。戻してください。ちぎってください。戻してください。お茶っぴ一人でやってない？大丈夫。みんなやってよ。はい。ちぎって戻して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 。これ繰り返すと柔らかくなってきますよ。だんだん柔らかくなってきますから。はい。ちぎって戻して。ちぎって戻して。ちぎって戻して、オリピオルさん、ターンしながら、ちぎってこねて、はい。これちょっと今、お約束でやってるんで。ちぎって、戻して、ちぎって、戻して。はい、頑張って。だんだん柔らかくなってきたら、引っ張って折って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 、で、さあ、やらなくなってきた？頑張ってよ。ぎゅう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 。どうですか？やらなくなってきた？クジラ好きがいる。え？はい、柔らかくして。柔らかくなった？柔らかくなった？どうですか？にょーん。OK、OK。はい、じゃあこの塊をきれいな玉にする方法いきます。いきますよ。はじめ、ゆっくりぎゅーっと。大きいからね、みんな頑張ってね。ゴリ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 、大きなシワがなくなってきたら、外側の表面をちょっと早めに力を入れて、きれいな玉にしてみてください。さあ、まん丸になるかな。力が弱いと、あの隙間が空いて、後でまあひび割れみたいにこう離れたりしますから、ぎゅーってぎゅーってやれば大丈夫です。ぎゅーってやれば。はい。玉です。イエーイ。よっぽどクジラ気に入ったのね。彼はね、あの僕の地元によく毎月のように来てくれる。クジラ7月にやったよね。クジラに惚れたね、うん、はい、まん丸です。これね、こねて玉を作るが全ての基本になります。全ての基本になります。こんな感じです。で、今みんなはやっちゃいけないんですけど、この黒い玉は今やると飛んでちゃうけどね、ハズムネートです。みんな静かだね。真剣なの。玉できた、玉できた。はい、じゃあ次いきますよ。じゃあ玉ができました。ネイガーの顔をちょっと縦長なので、少し転がして俵型みたいにしてください。
いいよ、何作っても何作ってもいいよ。ちょっと俵型に、縦長にしといてください。はい、OK。 軽く潰します、軽く潰します。少しですよ、少し、少しだけ潰しました。これ顔を作りやすいように、顔を作りやすいように縦丸にして少し潰しました。まあ人の顔も少し縦長ですよね。ここまで大丈夫。これ初めゆっくりですけど、だんだん速くなってくるからね、気をつけてね。初めゆっくりやってますよ。はい、さあこっからが大変だね赤開けます。紙に数字と丸が書いてありますね。2、4、7、12、17、20。これで、これはね、穴だと思ってください。穴、この穴の中に入る玉の大きさで説明しますので、20でいこうか。20より大きくならないように注意してください。この見えますか、20の穴の中にすっぽり入る玉の大きさですよ。20より大きくならないように注意してください。赤い玉を1個用意します。で、この使わない赤はチャックの袋の中にしまっておきます。赤こねます。20の丸ぐらいの大きさです。引っ張って、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 よくこねた方が綺麗に作れますよ。こねて、引っ張って、引っ張って、今20ぐらいの玉を、大体でいいですよ、大体で。引っ張って、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 はい。じゃあこれ玉にします。今こねました、玉にします。ゴロ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 、さっきと同じですね。ちょっと力いりますよ、力いりますよ。ゴロ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 、一回きれいな玉にします。ここまで大丈夫ですか。オッケー。そしたらこれを、さっきと同じよう、顔と同じように少し縦長にしてください。これ見えてる、縦長ね、縦長、少し縦長にします。だから今頭、さっき作った頭と同じような赤がちっちゃいのができてる感じですね。ここまで大丈夫ですか。はい、そしたらこれを、潰して、潰して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 平らにしていきます。潰して潰して潰して、さっき作った黒いの頭よりは大きくならないように、さっきの頭よりはちっちゃめにしてくださいね。潰して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 、こんな感じです。今こういう状態です。大丈夫ですか。もし分かんなかったら手挙げて、教えに行くから。はい、この黒いのよりもこれが大きくならなければいいです。いいかな。はい、そしたら爪楊枝を用意してください。はい、この縦丸のところの上の部分、ここの場所分かりますか。縦の頭のおでこに来る部分ですけど、ここに
ノコギリのようにこすって線を入れます。今こういう状態です。ここまで大丈夫ですか？ノコギリみたいにこすってそこに線を入れてください。で、これを指で開きます。 V の字に広げていきます。ギュッギュッ潰しながら、潰して潰して、これですね。上が V の字に広がるように、どうですか？難しい？そうしたらもうこの上に置いちゃっていいです。頭の上に置いちゃっていいです。大丈夫か？いいよ、好きなもの作って。今日声が響くもんね。はい、赤のせました。これ直接ミシンに行こう。結構強く押しちゃってください。ギュッ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 、なんかお寿司握ってるみたいですけど、ギュッギュッって押し込んでみてください。で、この面がちょっと平らな方が顔は作りやすいですね。ここの面がね、はい、どうですか？ここまで大丈夫。はい、次、黒の目の部分を作ります。黒もう一個入ってますよね。黒もう一個開けて、12よりちょっと大きめの黒い粘土を用意してください。12の丸の玉よりちょっとはずでしたね、はみ出すぐらいでいいです。12ね、だいたい12ぐらい、だいたい12ぐらい。黒い玉を1個用意します。袋開いた？黒12の黒の粘土です。よくこねます、よくこねます。玉にします、玉にします、玉にします。はい、この目の形がちょっと難しいので、みんな一緒に行きましょう。黒い玉できました？黒い玉できました。はい、これを横長にします。こんな感じです。
感じ、横長にします。はい、で潰して、お肉厚めにね、お肉厚めに潰して、はい、ハンバーグのちょっと潰れた感じです。ハンバーグ食べる？そこだけ反応するの？はい、でさっきと同じなんですけど、ここに爪楊枝をこすって線を入れます。分かんなかったらどんどん呼んで、お手伝いしますからね。はい、そしたらですね、この目の形ですね、ネイガーさんのこの目の形を作りますよ。潰しながらここ上を丸くします。ここ潰しながら、こう開いて開いて潰しながら、ギュッ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 、眼鏡みたいな形にしていきます。見えますかね、上のところを丸くギュッと潰しながら、潰して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 、サングラスみたいな感じですね。ギュッギュッ、でこの目の中に入るようにしますよ。顔のね、顔の中に目が入るように、よいしょ、ギュッギュッて潰してね、潰して潰して、で大きさを合わせて、大きさを合わせて写真のように、真ん中辺だね、真ん中辺、真ん中辺に目をつけていきます。これ見せに行こうかね。サングラスギュッ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 、押しつぶします。はい、まあこういう状態です。これ一番初めは一番難しい、だんだん簡単になってくるから。ここまで何か手伝ってほしい人いたら言ってください。アドバイスしに行きますよ。はい、ちょっと左右ずれても平気だよ、ネイガーは許してくれるから大丈夫。はい、じゃあ次口いきます。白です。白はね、7ぐらいでいいかな、ちょっとでいいですよ、ちょっとでいいです。使わないのが中に入れてください。はい、白、白こねます。白こねます。7ぐらい、だいたい7ぐらい。まずはちょっと多めに取ってこねてもいいですけどね。はい、そうしたら7の玉で、7の白い玉を作ってください。
白い7の玉を作ってください。こねてこねてこねて白の7の玉を作ります。はい。でこれをレモン型という形にするんですが、その端っこつまんでグリグリって回して、逆側も つまんでグリグリって回すとレモンみたいな形になる。こんな形です。両端をつまんでグリグリって回してあげてください。真剣です。OK ですか。はい。これをギュッと潰してこの口の形に曲げていきます。ギュッギュッギュッと潰して、でこの口のところに入るようにしてね、このここね、この子にね入るように、もうちょっと大きくてもいいかな。潰して潰して、そしたらもうジョッピーもこれぐらいでいいや。はい。口につけます。ギュッ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 、押し付けます。ギュッギュッギュッ、はい。ここまで結構押し込んで平気です。ギュッ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 、次に爪楊枝で口をかきますので、爪楊枝用意しておいてください。はい。ここまで大丈夫ですか。ため息が今聞こえましたけど大丈夫ですか。頑張ってくださいね。お手伝いしますよ。はい。じゃあ口の作り方ですね。口は爪楊枝で描くんですけど、描くといっても引っかいたりしないようにしてください。こう横にギューって押し込んじゃったりすると、粘土がぐにゃぐにゃってなっちゃいますので、描くといっても刺すような感じですね。じゃあちょっと見ててください。一回やります。押して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 、こう差し込む感じです。押して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 差し込む感じで口を作ります。差し込む感じです。押し込む感じです。押し込む感じなんだけど、こうずらさないで押してくれれば大丈夫です。はい。押して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 、刺して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 、ここまでどうですか。分かんなかったら呼んでね。もう帰りたい人いますか。大丈夫。みんな頑張ろう。一緒に一緒にネイガー作ろう。はい。ちょっとぐらいずれてもいいんだよ。その気にしないでね。はい。じゃあ次いきます。次いきますよ。この白のおでこのラインがあるんですけど、ここのラインは頭の後ろまで来ますね、ビヨーンってきて後ろまで行きますので、はい。じゃあ白用意します。白です。大きさはそうだな、17で行きましょうか。17、
17の白の玉を1個用意してください。よいしょ、大体2ですよ。17、7、7、7、7、7、7、17、同じじゃねえかさっきと。はい、白子出ます。玉にします。はい、17、17、17、ちょっとちっちゃめかな。じゃあ次はまあ多くても大丈夫。白い玉です。これを転がして細長くしていくんですけど、コロ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 、ネイガーさんのこのここね、ここ細いので、おでこのところ、おでこの方は細くしていきます。ギュ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 転がしてね。で、後ろの頭の後ろの方はもうどうでもいいって言ったら変ですけど、歪んでてもいいので、ここの先っちょだけ綺麗に作れるように注意してくださいね。先っちょの方を作れるようにします。コロ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 、で、おでこのところにつけたら頭の後ろまで行く感じかな。ちょっとでかいかな、あ、ずれたな。はい、このぐらいの長さが必要ですよ。で、先っちょ細くしといてください。先っちょ細く、細い方がいいです。ネイガさんのおでこ、はい。で、このおでこのところに尖った方を押さえて後ろに持っていきます。こう押し付けてつけていきます。ギュッ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 ですね。さあどうだろう、大変な感じ。ギュッ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 とサファみたいにつけます。この黒い目の上からね、黒い目の上から。ギュッ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 。はい。長かったら後ろで切っちゃってもいいよ。後ろほとんど見えないからね。ぐる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 。おでこに、頭の後ろから、頭の後ろじゃない、頭の後ろにぐるっと。ここまでどうでしょうか。頑張ってくれ、頑張ってくれ。オッケー、はい、じゃあ次いきます。この黄色のおでこの模様をつけますよ。この黄色のおでこの模様ね、この黄色のおでこの模様です。黄色のおでこの模様をつけます。黄色開けます。玉の大きさは7よりちっちゃい黄色の玉を1個用意してください。7よりちっちゃい、7よりちっちゃい玉を1個用意して、まずこねます。まずこねます。7、今分量を7の数と玉の大きさでこねてます。で、これを2つに割ります。これ、それを2つに割ってください。7を2つに割ってください。で、玉を作ってください。
七の黄色い玉をよくこねたら、二つに割って玉にして、はい。玉2個できましたか？黄色い玉2個。黄色い玉2個。はい、これを、玉の端っこをさっきと一緒ね、グリグリってやって両側をグリグリってやると、今度はあの口作った時みたいにね、レモン型みたいなのを作ってください。レモン型で、ギュッと潰してギュッと潰して、こんな形です。レモン型が潰れてる感じですよ。これがおでこのこの部分に効きますからね。ここに黄色いのを押し付けてください。ギュッギュッギュッ。でもう片っぽも玉を作ったらグリ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 、両端をつまんでレモン型、レモン型をギュッと潰して、こうグッと曲げると、これ潰しながら作るのが形の特徴というかね、ポイントです。レモン型が潰れたらおでこにつけます。ギュッ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 、はい、こんな感じです。おでこに黄色いレモンが潰れたのをつけます。静かなイベントですね。みんな真剣ですね。はい、黄色いおでこのとこですね。ついてればいいですよ。レモンが潰れたのがついてればいいです。はい、次、黒。黒い玉を用意します。今と同じことをちっちゃい黒でやります。適当に取って黒をこねてください。適当に取って、適当に取ってこねます。4ぐらいの黒い玉を2個作ってください。ちっちゃいよ、ちっちゃくなってきたよ、ちっちゃくなってきたよ。黒い玉4ぐらいで2個、ちっちゃいよ。はい、黒い玉2個、黒い玉2個です。はい、ちょっと細かいところからね、頑張ろうね。ここ過ぎると結構楽かな、はい、この黒い2つの小さい玉もね、さっきと同じようにレモン型にして、ちっちゃいね、ちっちゃいね、レモン型にして潰します。レモン型にして潰したらさっきのところに重ねます。こんな感じかな。はい、両端をつまむ感じですね。玉の
端っこつまんで逆側もつまんでグリグリってやるとレモンガイドができます。これを潰して頭のおでこのところにつけてください。ギュッ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 、こんな感じです。はい。さあここまで。はい、じゃあ次このおでこに、おでこに出っ張ってるこの角みたいなこれを作ります。赤、赤こねます。赤ね、この玉は7ぐらいかな、7の玉を2個かな、7の玉2個、はい、7の玉を2個作ります。まずは適当に取って赤こねてもいいですよ。ギュッ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 、こねます。はい、7の玉2個作ります。7の玉2個、よいしょよいしょ、赤ですね、赤で7の玉2個。それをしつこいようですがレモン型にしてください。つまんで涙型、逆側もつまんでレモン型、これを少し細長くして潰すとさつまいもが潰れたみたいなね。はい、先っちょが尖ってた方がいいかな、こんな形です。下に置いた方が見やすいか。はい、涙型にして逆側もつまんで、これをもうちょっと細長くしてから潰して、さつまいもが潰れたみたいな形ですね。はい、これができたらすぐにこの鰹節みたいなやつをおでこに、この部分ですね、写真をよく見てね、写真よく見てね、おでこにつけます。この鰹節みたいな形の今つけた黄色のおでこの部分の上につけます。よいしょ、はい、ここがポイントかな。皆さんできてますよ、安心してください。クジラを思い出しちゃった。はい、もうだいぶ楽になってきますよ、ここからね、ここから楽になってきます。はい、じゃあ次この目の口のこの白いのね、
この白いのをつけます。はい、白をこねます。白をこねます。適当に取ってこねましょうか。まずそんなたくさん使わないです。この白い目をつければ顔は出来上がりですからね。まあ、あと簡単、あと簡単。はい、こねます。白こねます。こねたら、そうですね、4よりちょっと大きめの玉を2個用意しましょう。4よりちょっと大きめです。白2個、白の玉2個、白い玉を2個。はい、僕がクジラを思い出させてしまったっていう。はい、4より大きい白い玉を2個用意しました。これを今度はもう細長くしていきます。細長くしてこの目の上につけてください。写真をよく見てね。はい、じゃあ上から両方左右つけてください。細長くして目の上に、つけます。くっつかない方がいいんだな、おでこで。はい、目の上に白い細長いものをつけます。はい、同じようにして下もつけてください。今度は4より4と同じぐらいかな。さっき上の長さよりも短めがいいと思いますので、玉もちょっとちっちゃめ、4より大きめでいきましたけど、今度は4より大きくならないようにしてください。下の目のところですね。下の目の白いところをつけます。白こねます。4の玉ぐらいを作ります。4の玉ぐらいを作ります。はい、こねました。これも細長くします。細長くします。目の下につけます。はい、こんな感じですね。これで顔が、大変だったけど顔ができましたよ。どうですか、オリピオネーはできましたか。できました。初音が、あ、でもそれ作ってるからね。あ、そうなんですか。そっかそっか。イエーイ、頭が出来上がればもうあとは怖いもんだな。頭さえできればね。さ、じゃあここで一回確認しに行こうね。みんなできていいか、大丈夫。Thank you.
お茶っぴ自身もこれね、初教えですからね。なんか問題あったら呼んでください。大丈夫ですか。口がもし閉まっちゃった人がいたらもう一回爪楊枝で口開けとくといいですよ。何回やってもいいんですけど、はい、よし、じゃあ頭乾かしておいてください。ドーナツ作ります。ドーナツ作ります。オレンジ、オレンジを開けます。これ1本使っちゃってもいいか。はい、1本使ってもいいです。1本オレンジ、2赤、じゃあね、赤12、赤12、12よりちょっと大きめでも大丈夫。赤12よりはみ出して平気です。赤12、ポーン。次黒、黒は7でいきましょう。ドーナツあんまり黒いと焦げたみたいになっちゃうから黒7、赤12ですね。赤12の黒が7、まずそれでいきましょう。赤12の黒が7、オレンジは1本使っちゃいましょう。はい、ここにくっつけてください。OK ですかね。で、これこねてください。一緒にこねてください。はい、ちぎって戻して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 、何色になりました？何色になってきたかな？オレンジに黒と赤、オレンジに黒と赤、オレンジの中にはね赤が入ってるんですけど、ちょっと赤を強くしたんですよね。で、オレンジに黒を入れると何色になりましたか？まだできてないね。頑張って。だんだんでも色変わってきてない？だんだん色変わってきてない？まあ、かなりオレンジが強いけどね。何色ができるかな。ドーナツ、茶色ができた？茶色できた。だからドーナツの色自分で決めていいです。お茶っぴは結構オレンジっぽいね。オレンジっぽいね。もうちょっと黒入れてみようかな。だからチョコレート色にしたい人はもっと黒入れていいよ。ちょっとお茶っぴ黒入れますね。みんな好きな色合いにして。ドーナツ、どんなドーナツが好き？ポンデリングにしたい人は難しいね。はい、ちょっと黒入れまして、お茶っぴは黒足しました。もっと濃くしたい人は赤も足していいですよ。少しずつね、少しずつこねて、こねて、こねて、こねまくり、こねて、こねて、こねて。さあ、ドーナツの色、美味しそうな色がいいな。あとで白いクリームをつけますからね。はい、引っ張って、引っ張って、引っ張って。はい、伸ばしております。毎日やってるのでね、お茶っぴここの筋肉が発達しちゃったんですよね。すごい、とかね、膨らんでるんだよ。職業病です。粘土病だから。はい、お茶っぴこんな感じかな。ちょっとオレンジがレンガっぽい色だけどね。好きな色でいいですよ。好きな色ね。サンプルのはもうちょっと濃いね、色がね。こんな色合いです。好きな粘土の粘土をね、あの色をドーナツにしてください。色が思うようにいかないっていう人はアドバイスしますよ。もっと濃くしたい、薄くしたい、いるかな。
OK ですか。まあまあドーナツね、ほとんどクリームで隠れちゃうから大丈夫。じゃあたまにします、たまにします。よくこねたらぎゅー、また1個だね、また大きいね。ゴリ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 、力を入れてぺっちゃんこにしないで、ゴリ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 、最後に早く転がして、綺麗な玉、綺麗な玉にしてください。綺麗な玉にします。はい、そしたらですね、この真ん中を持ちます。真ん中、上も下も真ん中、上も下も真ん中、上も下も真ん中を持ちます。真ん中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 、今潰してますよ。真ん中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 、少し回します。真ん中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 、少し回します。真ん中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 、少し回します。真ん中真ん中、さあへこんできた、へこんできた、ちょっと広げた方がいいかな。はい、真ん中だけ潰して浮き輪みたいなドーナツを作ってください。で、穴開かなくていいです、穴開かなくていいです。ドーナツだけど穴開かなくていいです。これで開かんかな。ドーナツドーナツドーナツ、はい、ゆゆゆゆゆ、真ん中だけへこましてくださいね。ドーナツ、イエーイ。ドーナツどうですか、そんな難しくないでしょ。ドーナツね、真ん中だけへこめばいいでしょ。真ん中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 を潰してください。これ周りはふっくらしてないとドーナツ美味しそうじゃないですよ。ふっくらね、どうですか、ドーナツできましたか。はーい、じゃあクリーム、クリームつけましょう。白、白いクリームつけます。美味しいクリームつけましょう。はい、白い粘土、うん、20より大きくていいな。ちょっとたっぷりめのクリームが美味しそうだよ。20より大きくして、20より大きい、20より大きいです。二回りぐらい大きい、はい、大きいです、大きいです。白い粘土、20より結構大きい玉にしてこねてます、こねます。よいしょ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 、20より大きい玉ね。はい、白い粘土こねてます、こねて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 、はい、そして玉にします。毎回そうですけど玉にしてください。玉にします。はい、玉です、白い玉、白い玉、どうですか、玉できた、玉できた。まあクリームだからね、そんなにすごくこう綺麗にした方がクリーム美味しそうか。はい、今潰しました、ギュッギュッ潰しました。はい、丸を潰しましたよ。で、これも真ん中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 、お経のように真ん中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 を押していきます。で、この辺までやったら爪楊枝を用意してください。真ん中を押したら爪楊枝を用意してください。はい、爪楊枝です。爪
まようじです。ちょっと見ててね。バイオリンを弾くみたいにキュ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 ってこすると、こう線ができたの見えるかな。はい、これをあんまり細かくしない方がクリームになるのかな。キュ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 。お花のような形になりました。お花のような形になりました。これ深く入れすぎない方がいいですよ。深く入れすぎない方がいい。これをまた潰して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 、この花びらをねちょっと引っ張ってあげたりするといいですね。クリームのようにまろやかにしてください。まろやかに引っ張って引っ張って、角をなくして丸くして引っ張って引っ張って、角を触ると丸くなります。引っ張って引っ張って、クリームはドーナツと同じぐらい大きさまで引っ張ってみてください。潰しながら潰しながら、ドーナツの大きさと同じぐらいになるように上から見てね。クリームがで、真ん中に穴開いちゃっても平気ですからね。周りはダメですよ。周りに穴開いちゃうんですよ。真ん中は穴開いてもいいです。はい、ぐ引っ張って伸ばしてください。引っ張って伸ばしていいです。引っ張って伸ばして、引っ張って伸ばして、ドーナツよりちょっと大きめまではいいかな。はい、引っ張って潰して潰して引っ張って潰して引っ張って、これをドーナツに上からつけます。こんな感じです。で、真ん中はギュッと押しとけばいいですね。はい、ギュッ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 、ついたかな。なんかお花みたいだね。食虫植物みたいな。こんな感じになりました。お花みたいなね。クリームです、一応。ドーナツよりもちょっと大きめぐらいまでは伸ばしても平気ですね。あまり大きすぎるとね、ドーナツくるんじゃうから気をつけて。この真ん中はギュッて押しといていいですよ。ドーナツね、ドーナツの真ん中。どうですか？はい。どうですか？真ん中は泣いちゃっていいよ。はい。ここまで大丈夫ですか？はい、次いきます。大丈夫かな。これクリーム垂らしといてね。クリーム垂らしといて下に垂れるような感じで。じゃあ次、ネイガーさんの体、写真を見ても分かるようにほとんど見えませんが、ドーナツの上に頭を置いたとき、ここに隙間ができると生首みたいで怖いので、黒い体を入れときます。そうですね、黒い玉12ぐらいでいいかな。はい、黒い玉、これもうほとんど見えません。ほとんど見えませんので、もう12より大きくてもちっちゃくてもあんまり気にしなくていいです。黒い玉を作ったら、黒い玉を作ったらね、穴から少しはみ出すぐらい、ちょっといいですよ、ちょっとはみ出すぐらいで黒いのを入れといてください。黒いのからちょっとはみ出るぐらいあればいいです。これは生首にならないように、生首っていうのもね、なかなか最近聞かないですけど、はい、首だけにならないように黒い玉を1個置いといてください。はい、それ簡単ですね。はい、
次、次いきます。はい。じゃあ 黒い腕をつけます。黒こねます。そうですね。玉の大きさ7。7よりちょっとちっちゃめ。7よりちょっとちっちゃめの玉、黒で2個用意してください。7で黒よりちっちゃめ、ちげえよ。7よりちっちゃめの黒。はい。黒で7よりちっちゃめの黒い玉作ります。はい、これが腕になります。腕になります。7よりちっちゃめの黒い玉を2個作ってます。はい、これを机の上で細長くしていきます。細長くしすぎないよね。こんな感じですね。こんな感じで、はい、細長くしていきます。OK ですか。これをですね、ここにつけます。ここにつけます。肩につけて外に出てくるようにします。この先に黄色い、このね、なんていうの、腕の先が出てつけるんですけど、黄色でね、表に肩から出てくる感じですね。黒い細い2本の腕を肩から出してください。どうですか？どうですか？はい。そしたら今度黄色で同じものを作ります。黒よりさらにちょっとちっちゃめかな。7よりもさらにちっちゃめの黄色い玉を2つ用意してください。あんまり腕の先の方が太くない方がいいのかな。ネイが力持ちだからね、腕も太いかもしれない。はい、黄色い玉を2個、黄色い玉を2個。7より2回りぐらい小さいです。黄色い玉2個。はい、この黄色い玉2個をやっぱり細長くします。細長くします。これが腕の先の方になります。はい、そしたらこれを手の先に、ちょっと内側に曲がってる感じがいいと思います。こうですね。ちょっと内側に曲がってる方が手らしく見えますね。はい、腕です。腕です。はい、ここまでどうですか。お手伝いしますよ、言ってください。もし分かんないことあったら言ってください。じゃあ拳をつけます。先っちょに、今の先っちょにちっちゃい玉をつけてください。丸い玉をもう失礼しました。はい、黒い玉を2個作って拳として手の先につけます。これが拳になります。拳ね、拳になります。
まあ、握ってるような感じで、はい、こんな感じですね。失敗した。成功。どっち？もうここまで来たらできたも当然ですよ。OK。はい。そしたら好きな色でドーナツ飾り付けしてください。ちっちゃい玉でも大きい玉でもどんな玉でもいいですよ。ハートマークでもお星様でも好きなのを飾ってください。ピンクを作ってもいいです。白に赤をちょっと入れるとピンクになります。ドーナツを飾ってください。ドーナツを飾ってください。粘土こねます。みんなこねてから玉にしてください。何色使ってもいいです。大丈夫ですか？じゃあおチャッピーはピンクで飾り付けしていきます。好きな色でいいですよ。でん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 。でん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 。好きな色で玉をいっぱいつけてください。取れないようにね、ちょっと押してくださいね。取れなければいいです。ストロベリー、お茶ピアストロベリークリーム。クリーム？玉をいっぱいつけてください。美味しそうにつけてください。よいしょよいしょよいしょ。こんな感じです。ピンクだけにしてみました。ピンク、あの、何色使ってもいいですよ。何色使ってもいいです。とりあえずピンクだけにしてみました。頭つけるだけだもんね。もうできたもん当然だ。よっしゃ、なんとかなったな。じゃあドーナツ飾り付けしてください。あ、ドーナツ作ったら酢つけた方がいい。乾いたら酢つけた方がいい。玉をいっぱい作っておくと乾いてるからね。玉1個作ったらつけて、玉作ったらつけて。なんか、もう頭つけるだけだからね。じゃあ頭つけてから何かリクエストがあれば答えましょうかね。ドーナツが一旦落ち着いたら頭と体を盛り付けます。その方法を教えます。今日は爪楊枝で芯を入れます。そうすると倒れちゃうからね。頭は徐々に怖いからね。はい。さあ、ドーナツを飾り付けしてください。
チャッピーの、ね、デザインしたこのパンダキノコもそうですけどね、こう玉が取れやすいので、ね、気をつけてしっかりつけたほうが、まあ、おチャッピーみたいにね、これ持ち歩いたりしないでしょうけど、ドーナツの飾り付けはどうですか？ OK ですか？まだです。はい。もうちょっと見ていきますよ。次、頭の飾り付けます。はい。じゃあ、頭と体付けます。爪楊枝用意してください。爪楊枝を用意します。はい、これテーブルの上にこのドーナツを置いて真上から体に穴を開けます。で、ぐりぐり回して穴が見える。ここです、真ん中です。真ん中です。はい、真上から穴を開けてください。穴開けるだけ。ちょっとドリルみたいにぐりぐり回すといいですね。爪楊枝をね、穴を開けてください。開けました。はい、頭を持ちます。頭を持ってどういう風に置こうかなって、ちょっと一回つけてみますね。この辺かなっていうところ、この体に開けた穴のところに合うようなところを、頭の下から穴を開けます。ぐり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 で抜いてください。はい、どちらも穴が開いてます。首の下ね、穴を開けます。上まで行っちゃダメだよ。上から出てきちゃうからね。気をつけて。怖いよ。はい。じゃあ次。両方とも穴が開きました。頭の下から、体の上から今穴が開きました。爪楊枝で芯を入れるんですけども、なんて言いますね。短くします。長すぎちゃうので、爪楊枝の半分だと短すぎちゃうので、これぐらい折ります。折ります。こっちを使います。尖ってる方を使います。尖ってる方を頭の方に差し込んでください。これ見えますかね。見えますか。これを体に差し込んでください。ギュッギュッ、できた。できました。できた。できた。なんとかなった。なんともなんない。納得いかない。なんとかなった。できた。できたね。よかった。納得いかない人は大きさもう一回チャレンジして。そうそう、今日は難しい体の部分もネイガーを作れる紙を渡します。お家でぜひチャレンジしてみてください。体も結構難しいので。今日はね、頭ができれば何とかなるようにドーナツに似てますけど、体も作りたい方は作り方の紙をもらえるそうですから、それを聞いてお家で作ってもいいですよ。家で体を見せてみてね、次回で頭を。いやー、どうなると思ったけど、一応できました。新しい芸がなくて何ですか。この、ケースにしっかり固定した方が持って帰りやすいので、ここにちょっと土台を作りますね。最後それだけやって終わりにしましょう。はい、好きな色でいいですから、
2つ色を用意してください。17ぐらいあればいいかな。17より大きめ、17より大きめの、17より大きめ20だよね。じゃあ20の玉2個、20の玉を違う色で2つ用意してください。20の玉を2つ、これ土台だから適当でいいよ、大体でいいよ。白い玉と青い玉、何色でもいいです、好きな色です。で混ぜないでそれぞれをまずこねます。まずこねます。よし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 、こっちもこねます。よしよし、まあ固定する土台ですからね、そんなに気にしないで。こねます、こねます、こねます。あれ3時半まで、手だね。はい、じゃあ青と白、おちゃぴは青と白、細長くします。細長くします、好きな色ですよ。はい、この2つをくっつけて好きな色で作って、ねじります、ねじります、ねじって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 折り曲げて折り曲げてねじっ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 たら丸めてください。これがマーブルです。これがマーブル、ね、このマーブルの模様が綺麗だなってところを上にして、このケースの上に押し付けます。あぎゅっ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 、この地球みたいのを潰すと海みたいですね。ドーナツ、ドーナツで海に浮かぶネイガーすぐ沈んじゃいそうだけど、はい、でこれを糊代わりにして、これサンプルだ、間違えた、こっちだネイガーです。これで持って帰れるね、落ちない落ちない、できたー、ネイガーできたー、イエーイイエーイイエーイ。完成。じゃあ準備に行ってきます。今日できた作品は、お家に帰るまでに、多分今日の作品は大丈夫だと思うんですけど、倒れないように、一回倒れちゃうと形変わっちゃったりするので、そっと持って帰ってもらって、お家に帰ったら必ずすぐ蓋を開けてください。蓋を開けて1週間は乾かしてください。1週間くらい乾かさないと中にまだお水がいっぱい入ってて、あったかいところの部屋とか冷たいところの部屋とか、こう温度の差があると中から水が出てきちゃうんです。で中から水が出てくるとそこにカビが生えますので、カビが生えると作品としてはダメになっちゃいます。これ日陰で風通しのいいところに置いとけば何年でも持ちますよ、色変わりませんから。あとね、太陽の光に当てちゃダメです。太陽の光に当てると色が悪くなりますから、太陽の光に当てないように、だから早く乾かそうと思って日に当てたりしないようにしてください、はい、そうすれば長持ちします。さあどうでしょうか。すごく真剣に静かだったので、ディテールの方が比べたら出てきてますね。いいですか。なんかリクエストあったらいいですよ。もう一つしか言わないけど、なんか必ず次したいのにこういうのを作ってみたいですよみたいになったら。
で、一旦これを終わりにした後に、もしよかったらケースに出るようなサインじゃないですけど、ダビのサインをします。優しい人は後で終わった後に来てください。あと、作品を持ったところを写真撮らせてもらえるとありがたいんですけど、もしよかったら、オリンピオお姉さんに、写真を撮らせてあげてください。で写真を撮るとブログとか、おしゃべりのブログとかフェイスブックに出ちゃいますので、自分が悩んでいる人は写真を撮らせないようにしてください。もしよかったら撮らせてください。さあ、どうでしょうか。真剣に1時間半頑張りました。やっぱ頑張るといいものできるよね。すごいんだけど、なんか写真撮って。みんなね、すごいいい写真。よくわかんないけど、すごいんじゃん、かわいいね、できてかわいいラビットは素晴らしい。いや、おじゃんも初めてだからちょっと不安だったけどできたはい。じゃあもしオリフの皆さんで、ね、よかったら写真を撮らせてあげてください。何か質問ある方いますか？大丈夫ですか？今日は薄いねんよ。で、頑張ればいいものができると。作品をね、きれいに作るとかっていうよりも、やっぱり思い込み、自分でこう、気持ちを込めてするといいものになります。表面がきれいとか、ザラザラして、そんなことは関係ないんです。迫力のね、作品を作るには、気持ちを込めるんです。まあ集中してこの1時間半で頑張ってくれましたので、これから勉強も、スポーツも、いろんなことに集中して頑張ってください。はい、今日はじゃあ長い時間頑張ったので、最後は拍手で終わりたいと思います。皆さん頑張りました。ありがとうございました。もし聞いてる方がいたら、ストーリーしないでいこうやってください。